松本クラブは日本のお笑いタレント、俳優。本名、松本洋平。東京都調布市出身。ソニーミュージックアーティスト所属。小学生の時からお楽しみ会でコントをやったり、昼休みの放送で自分の歌を流したりなど芸を披露し、お笑い、番組を見ていたことでお笑いに憧れていたことはあったが、この当時はお笑いは自分には向いていない、思い込んでいた。 舞台の裏方や放送作家を目指し、東っぱなし学園放送専門学校に入学。同校在学中に校内で制作した短編映画に出たりするうちに、自分としては役者として表に出ていった方が良いと思うようになり、同校卒業後は劇団シェイクスピアシアターに所属。本名名義で、マクベス、冬物語、ペリクリーズや、12や、 夏の夜の夢に出演する舞台俳優として活動し、俳優座劇場の舞台にも立っていた。2006年に資金問題から退団するが、一般の仕事をする一方でその後も、客演などで舞台活動は続けていた。iPhone を購入したことをきっかけに、録音と芝居を組み合わせた映像作品を YouTube に発表。それを見たお笑いに詳しい劇団時代の後輩に、 現在の事務所を紹介され、2011年よりお笑い芸人に転身、現在の芸名となる。カンテレ、R-1 グランプリ決勝の常連であり、2015年から2019年まで5年連続で、進出していた。なお、決勝出場6回のうち5回は、敗者復活からの進出で、ミスター敗者復活の異名も持つ。趣味は、パチンコ、好きな食べ物は、 カレーライス、味噌ラーメン。メガネは、伊達メガネである。ネタはすべて音源を使うということで、事前に録音したセリフを流し、それに合わせてやり取りするというのが、基本スタイル。その発想は、映画、演劇に近いと言われる。ストリートミュージシャンのネタは、実際にストリートミュージシャンを見たことから作ったと言われ、記念写真、四丁目のコンビニ、キャッチボールの、各ネタも、 実体験や日常の中から探したものをネタにしたという。AR3 兄弟の川田十武とは、小学生時代から30年来の進行があり、小学2年生の時は一緒にネタ作りもしたことがあった。R-1 出場後、ネット上で、患ジャニエイトの渋谷スバルに似ていると話題になった。ABCD ベナナビ、2015ボリュームに P98 から99。 劇団シェイクスピアシアター DVD ショップ。劇団シェイクスピアシアター。2015年2月11日閲覧。舞台へのお誘い松本ブログ。アメーバブログ。松本ブログ。2015年2月11日閲覧。大阪府松本ブログ。アメーバブログ。松本ブログ。2015年2月11日閲覧。ABC 謎の芸人。 松本クラブ成り上がり日は敗者復活から R-1 ファイナリストの素顔。勇敢富士。2015年4月10日閲覧。謎の芸人、松本クラブ成り上がり日は敗者復活から R-1 ファイナリストの素顔。勇敢富士。2015年4月10日閲覧。ニューチャレンジ松本ブログ。アメーバブログ。松本ブログ。2015年2月11日閲覧。 R-1 準優勝で、話題松本クラブってイケメン説には困惑。オリコン、2017年7月16日閲覧。松本クラブインタビュー。コンテンツリーグ。2015年6月4日閲覧。松本クラブ、30年来の友人 AR さん、兄弟川田純夢のラジオでトーク。お笑いなったりー。 2015年2月14日閲覧。松本クラブ患者に渋谷にと評判も自分からは言わない。東京スポーツ。2017年7月16日閲覧。R-1 決勝。無名芸人に脚光ダークホースが爪痕残すオーコンスタイル。オーコンスタイル。2015年2月11日閲覧。最新ライブ情報。タイガーオフィシャルページ。 お前誰だよ。2016年8月23日閲覧。速報。有吉のお笑い大統領選挙2015週2015年4月26日。グーテレビ。2016年8月23日閲覧。松本クラブ。4年ぶりの本当にあった怖い話劇場版作品に出演。お笑いナタたり。 http://natary.mu/.o-w-a-r-a-i スラッシュニューススラッシュ, <au> ュ,ュ1994712016年8月26日閲覧。夏川椎名、松本クラブ、宮田愛萌が小説デビュー。三者三様の恋愛を綴る短編小説集、最低な出会い、最高の恋12月7日、配信開始。エンタメステーション。 https://entertainmentstation.jp スラッシュニューススラッシュ3321242018年11月30日閲覧。ありがとうございます。